ゃんこんばんざー、やっほー、こんにちは。今日はライブが2本ありました。あ、待って、なおとくんフォローしました、ありがとう。昨日だって来てくれてたのって、昨日だった気がする、昨日だったっけこんばんざい、なおとくん、やっほー、こんばんざい、フォローありがとう、やっほー。なんか昨日から寝ても寝ても寝ても眠い、わかる、そういう日あるよね、わかる。なんか昨日、あ、これ読んだわ2回目を読もうとしました。そう、これを新しくしましたというか書けました。なんかね、何個か要点がいっぱいありすぎてごめんなんですけど、8月31日に無料のワンマンライブを下北沢シャングリラでするよって、これもっとたくさん来てほしくて、あと10人ぐらい来てくれたら嬉しいの気持ちなんですけど、あとは海賊フェスですがありました。ゆうきやっほー、やー、6日のアイドルライブジャパン、あ、6日、どこだったっけ場所、なんか分かりそう、ちょっと場所が分かれば分かりそうな気がする、ちょっと待って見る、どこだったっけ、ありがとう年取ってから昼過ぎまでなんて寝れなくて、昨日じゅえー、すみちゃん横で爆睡したらおはようっつってあ、明日は、え、でも明日さいるよね、ゆうきは明日おるん、死んでるのでこのコメントは出んかったら本当だよね、本当に今日も昼近くまで寝てた、めっちゃ寝とるやん、ようやくつけることに、そうだよね、なんで僕の眠い時僕の好きなセンター全部こう、そうだよ、今日仕事休みにするべきだったよね本当に本当に、でもうちも今日はちょっと本当に本当に予約が寂しかったし、なんならちょっと今月本当にやばい上に、もうなんかいろいろやばくて、ちょっともうどうしたらいいかわかんないんだけど、でもなんかがむしゃらに走るしかないんだろうけど、そうなんかすごいいっぱい今日はセンターに立たせてもらったのに、正直言うとその葵ちゃん推しですっていう人がいなくて、なんかねちょっともっと頑張らなきゃなって思ったし、力不足だなって思いましたの一日でした今日の葵さん12という方ありがとう、やんじゃいました、泣いた、でもモチベはなくさないでいてくれると嬉しいです、正直わかんない、どうしたらいいか、なんかそれでモチベをなくしたって言われると私はどうしたらいいかわからないですだって見に来てってしか言えないからさ、禁止とか、え、なんとなくわかる気がする、ありがとう、昨日は会えるよ、え、そうだよね、え、そう思ってたけど、なんかそんなことなかったのかってちょっと思っていた、明日待っているよ、小さな仕事やめよう、葵のセンター今日の取りこぼしはまあやむだろうなとは思ったけど泣いた、ごめん、なんか申し訳ない、そんなことなく、うちもなんかそう思わせて、でも多分純粋に私の力不足だろうから頑張りますの気持ちですこれもなんかで住みちゃった葵ちゃんの話いっぱいした、早く会いに来てって言っといて海に負けたからね、うちは
海とピスパンの誕生日に敗北しました。私が勝手に落ち込んでいるだけだから気にしないで。分かったって言っていいのか分かんない。来月の京都いるの、会えるの、楽しみじゃん。2回も柵に登れてトイロ動物園までついてる。もう二度とこんな日は来ない。それは本当に思う。推しを名乗っている以上いけないのは自分のせい。まあまあ。でもいやでも多分自分の力不足なんだろうなと思うので頑張ります。葵ちゃん大切な存在って話なのよ。ありがとう。でもちょっとね、頑張ります。明日の横浜はねむずい。センターはないかなって感じです。が来てくれると嬉しいです。なんか正直なところ言うともうなんか全部やばくてもうどうしたらいいかわかんないんだけど、焦ると無理だからなって思っています。シンガさんやっほー、元気かも。結局会いに行けないと意味ないしつまらんのよね。なるほど。でも今は大遠征企画中なのでよかったらオンラインでも応援してくれると嬉しいです。これもちょっともうなんか全部がやばくて。頑張ります。もうね、そうこれはあんま言うべきじゃないのかもしれないけど、でも正直言うとこれは言ってもいいのかなとも思うので言うと、ね、正直言うと今多分この大遠征イベント企画中をしてて結構本当にタイに行きたいんですけど、暫定の順位とかも出てないし、私たちも今現時点での正確なポイントは出されてないんですけど、体感的には本当にそこが見えてるぐらいの順位に絶対に今いて、オンラインだったりランチキの枚数だったりチキの枚数だったり動員とかあるんですけど全て含めて、でももうどうしたらいいか分かんなくて、アニオシの方にかなわなきゃ。ありがとう。次回応援ライブみたいな時期ぜひ撮ってくれると嬉しいです。今日の瀬戸リオを見てどうなったかはお察しください。いろいろ受け止めた。そう今日は結構ね、なかなかこんな日はないんじゃないかって日だったからね。そうさ、いなかったらごめん、立ち直れない。わかりました。わかりたくないけどね。まあだってもうなんかそれはどうしたらいいかわからないからね。おはようさん、ありがとう。しんいちさん初訪問いらっしゃい、こんにちは。明日は行くからいっぱい話す、ぜひ待ってます。
スミちゃんも行くって待っとるよ。よかったら2本待っていますって言ってる。でもスミちゃんは明日帰るの2本目は厳しいか。おはぎ金魚もありがとう。レベル164ヶ月ぶり2回目ありがとう。私もどうしたらいいかわかんないや。うん、会える日に会いに来てくれると嬉しいけど、まあ正直言うと今日のフォーメーションは多分みんなが好きって言った、うん、好きだろうしってフォーメーションだったのは否めないとは思うって思っているし、感じなんだよね。もしかしたら小さま的にそれにはかなわないのかもしれないけど、個人的には来てほしいなって思います。体験生企画もありますし。もうなんか焦っているのかもしれないから、なんかみんなにこんなこと言ってごめんねって気持ち。室町の方ワイワセンクラ、いや別々の方なの。え、そう思った。スミちゃんも室町だから、室町から いるって思ったけど、でも仕事抜け出すとか言ってたよね。あれでしょ、横浜そうきっとの人です。え、あそこも結構久しぶりで、今日の横浜は急遽ポジションが変わったっていうのもあるんですけど、結構レアなところが多くてめちゃめちゃ緊張しました。それこそその十人十色のキットの人もそうだし、ジュリア散歩時そうだし、エールの落ち旅とかも結構久しぶりだったりしたし、乙女心のセンターがあったりしたし、結構今日は割と歌った日なんじゃないかなって。なんか最近は特に曲層によっても立つポジションが結構変わってはいるんですけど、まあただ明日で8月も、まあ明日はその万歳感謝祭はあるんですが、あれは頑張りたい気持ちはすごくあるんですけど、一応あのチケット代が無料なので動員にはカウントはされないんですけど、そう順位に関わるやつ、あとは大変戦、まあでもね来れる人は来てほしいし、初めましての方も来てほしいんですけど、もうなんか来てほしいって言いすぎてごめんねの気持ちではあるんですけど、お気持ちはすごい伝わってるつもり。ありがとう、ぜひ来てくれると嬉しいです。なんかわかんない。もう焦ってるんだろうけど。そうちょっと今日はなんかマジで力不足だな。何もできてないし、なんなら今の俺は9月まで待っとって待っとるよ。北海道行ってくれるって言ってくれて嬉しいけんさ、焦ってるのもねあるんだろうけど、でも落ちて落ちてやほー、そんなことなくもないんだよね。セミダーさんやほー、同じ九州やけん応援したかけど、ありがとう。この3日間フリーカーに会社あーっつって、難しいですね。
で31日ってバンザイジャパンの大抵は一応非公開ではあるんですけど、あのフロントセブンとしての出演もあります。ただ大抵は非公開ですが、まあどうなってるかなって感じなんですが、初めの方から出てくれるとハッピーかなっていう気持ちと、まああとはボリューム的にはもうがっつりワンマンライブって感じで、まだちょっとフォーメーションはちょっとどこ立つかとかはあれなんですけど、大抵は非公開、もう本当に出てる開演会場の実感しか出ない予定ですので、初めから出てくれるとハッピーですね明日のライブ2つが今月の動員に換算される。そしてロードトゥタイランドの対選抜イベント、ちょっとこれさ見てほしいんだけど、これちょタイランド入んなかったんだけど、ちょっと気にしないでって感じなんだけどあ入んないのランドなんですけど、そう、はい、遠征選抜イベント中です。本当に正直に言うとタイに行きたい気持ちしかないんですけど、4枠を10人で取りに行っていてというと変ですけど、がこのイベントに参加していて、正直に言いますと多分本当に今完全に体感ではあるので、私たちはあの行くことが確定した3人と取ったチェキのポイントも入ることはあるんですが、そのポイントが誰に入ってるかっていうのは正直あんまりわからないようになっていて、なんでそれ以外チェキ取ってる枚数とランチェキの枚数と動員とオンラインの枚数の体感でいくとマジでやばいところの騒ぎじゃなくて今なので、よかったら応援してくれると嬉しいんですけど、もうなんかねでもなんかみんなに負担をかけすぎちゃっているというか、お願いしかしてないなとも思うけれども、難しいですねまあ嬉しいことにこの前と同じぐらいの時間でやればいけるか、ぜひ待ってます。ちょっと明日確認取ってみる、確認取ってみて、明日は来てくれると嬉しいよ小さま分かんないけどでは撤収します。ありがとう、来てくる、麻雀してくる、わかりましたシンガさんも金魚ありがとう。まあなんかどうやったらいいかわかんないんですが、よかったら明日は帰ってるかもしれない、さすがに寝すぎ、わかった、わからんけども、なんかもうちょっとだけ切れてもいい？ダメ？それはダメ？うちが今切れるともっとなえるかじゃあいっか、ほこちゃんこんばんは、今日もかわいいありがとう。どれぐらいのポイントが集まれば4人に入れるか、まあ前例はないけれども前例はあるみたいな、正直どうなんだろうね、あの遠征選抜のイベントを経験してないのが誰までなんだろう。ののかさんはどっちなんだろうっていうのがわからないけど、まいかさんまではある、絶対にのよ。ののかさんもあったのかな、わからないけどって感じなんですけど、そう。でも割と多分その今までの選抜イベントぐらいというか、なんなら多分
4人っていう枠が狭い分もしかしたらもうちょっとなのかもしれないけど、何もしない人間がいれることでない、言われることに対して負担ではない、ありがとう、なんかお願いしすぎかなと思っちゃうけど、でもお願いしないとやってはいけなくてって気持ちです。自分は地方住みですが、行けるときはぜひ来てくれると嬉しい。そしてよかったら今の期間はロードトゥタイランドって言って、オンラインでも買えるというか応援できるランチェキだったりオンライン特典券だったりのシステムがめちゃめちゃ大きいんです。これが本当にランチェキとかもめっちゃ大きくて、なのでよかったら応援よろしくお願いします。おいちゃんやることたくさんやってるから俺が最後答える、よかったらお願いします。ヤスさんこんばんは、ファシ君ヤッホーかわいい、ありがとう。自己集計で言ったら多分10人中8、90のどれかぐらいまであると思う。正直に言うと全然最後一番下っていう可能性も正直めちゃめちゃあると思うぐらい本当にやばくて、まあ8月は割とずっとピンチではあるんですけどって感じです。いい怒ってくれて、私だって言いたいこと言ってない、俺も言いたいこといい怒って、もうすっごい怒るとしたらなんか生誕のこととかについて文句を言ってたけど、だったら会いに来いって切れてます。私はもう仕事で行けなかったのはもうしゃあない、しゃあなくないけどもう仕事辞めちまえとは思ってるけど、もうそれは不可能だからそれは無理だから、まあいいとしてもうまあそれで萎えるのはわかるけど、もうだってどうにもならなかったじゃんってことだけど、もうなんかもうそれで萎えられてこないとか言われたら、もうだったら愚痴るなって切れてます。何度言ってもいいと思うし、そこは積極的なもので、ね、ありがとう。そう。最近ね、でもそう、いっぱいもうなんか必死すぎて多分告知のツイートが多くなっちゃってて大反省しているので、今日はちゃんと画像を上げたりもしたんですけど、あでもインスタちょっと最近更新しているのと、ちょっと更新する予定もあるので、ネタもあるので、福岡行ったけんさ、よかったらインスタもフォローしてね。アホ毛が出ています。最近ストーリーちょっと活発になり始めたけど、なんかどこまでツイッター化するか迷ってます。あんまりツイッター明かしたくないけん、本当はフリートがいい。告知をするのもそういうことを言うのがアイドルです。それに答えていくのがありがとう。そう。でも本当に、でもソラちゃんはこの期間はやむなよっつって、あのオンラインでも応援できるからさ、できる時にしてくれると嬉しいです。マジで。あと9月国会内政入ってるから期間に。ちいさまありがとう。なんか怒ってありがとうって言われるの不思議すぎてさ、なんかどうしたらいいか分かんなくてグッてしたけど、よかったなそれで。もうただ明日はやっぱきついかもしれないメンタル。じゃあうちが癒しちゃわからん、癒せると思ううちにそのメンタルダメージ。いやもうそれは運ゲーだから。でも今日はまあわかる。そんな日ないよって日だった今日は。なんかね、でも本当はあのすごいすごい小声で言うと、すっごい小声で言うとちょっと無理やり詰め込んだ背取りで今日。本当は25分だったらラブフロームやらない予定だったんですよ最初はね。でもギリギリ詰め込めば入るってなってラブフロームやることになって、あのその結構スーパーライブ系とかも大抵が分かるのがギリギリだったりして、その前にフォーメーションが決まってたりするとなんか予備で何分枠の場合この曲をやる、何分枠の場合やらないって感じで決まっとるんやけど、そう本当は30分枠だったらやって25分枠だったらやらない予定だったけど、なんか
音源的に頑張ればいけそうってなってやることになって、そうだから今日は頭と最後にセンターをしたんですけど、やまないけど土下座案件すぎ、あでもそれは思ったよ、めっちゃ撮っとるやんけって思いました。なんか止まんないとか言ってた。季節の変わり目に肉体的に精神的にやまないようにね。あーでもねすごい、もうこれめっちゃあるあるだと思うのかもしれない、私だけなのかもしれない。冬ってやむよね。でも冬の方が好きなんだよね、マジ矛盾いらなかったの本当に申し訳ないお気持ちだけど、力不足。でも力不足は事実なのよ、それは。だってもうだってでもそう、申し訳ない気持ちにさせてるのも多分私の力不足だろうし、だから結局は多分もっともっと葵ちゃん推しの輪が広がってくれるように、広がるようにもっと頑張らなきゃなって思ったりした、正直。だって今日みたいにというと変だけど、まあそりゃみんな来れない日も予定だってあるだろうし、だからそうもうむずいけどね。そう今日さスタッフがさ、スタッフさんが、スタッフがとか呼び捨てにしちゃったね今。スタッフさんが今日はついてくれてた、スタッフさんが栗田さんだったんだけど、そう栗田さんが最近なんか前なんだろう、ちょっと引いとるよねって言われて、あこれちょっと博多弁にしちゃった、栗田さんは多分引いてるって言ったんだろうけど、うちがなんかちょっと遠慮してる風に見えるって言って、力不足だなって思ったりもしたり、上のメンタルケア子はカナだけどこの期間は取らんからメンタルケアも変えてよろしく、うちがメンタルケアするけん言い訳は聞いてもらえそうですか、どうだろうどうだろう、ね今後の今後次第あ、マシル、あ、そうだよ、マシルちゃんね、今日久しぶりにいたんだけどね、挨拶だけしてね、いないよ。いないよ。挨拶だけしてどっか行ったよ。だから久しぶりにおるやんってなった。土下座しておきます。まあ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 。まあでも、半々だね。いや半々じゃないかもな、もうちょっと欲張るべき、うちはそらちゃんに対して。だってもともとフリーカーなことに土下座してるけど、もともとはそうじゃんって思うけど、それになんか申し訳なく思ってくれるぐらいには私のことを好きでいてくれてるんだなっていう嬉しさもあるけど、でも確かに意外ともう期間とかを考えると消せないって言っといた方がいいのかな挨拶落ちとか許せん、それはちょっと LINE で言ってきな、マシロちゃんに。あと遠慮がち的なことに関して今ふと思ったこと DM する、了解です。あおちゃんフライヤー加えして告知できるときに失礼します、ありがとう、ありがとうございます。そうなんだっけ、あそう、そういえば今日ね10人トイレ、今日の10人トイレの真ん中さんは、ちょこの話してごめんね、あの久しぶりに WithSE だったんですけど、久しぶりというか本当になんか2回目ぐらいだと思う、多分これ WithSE で喋った10人トイレ、緊張した、あれめっちゃ緊張するまあまたできるように頑張りますが、ねー9月は多分8月の方がポジションが正直言うといいので、多分っていうかまあここに濁す必要ないかもしれないけど、まあ頑張りますって感じです。でも9月のうちに見といてほしいかなって思います。正直に言うと10月はもうちょっと
下がっちゃったかなっていう感じなので、ちょっと頑張ります。葵ってここだけメール、どうなんだろうね、やってはないって感じです。地味にずっと気になってた。やってはないね。逆にやったらみんな見たい、なんか見たい人がいていたらちょっと考えるけど、ちょっと考える、考えます。でもそれだったら落書き者目でもいいのかどうなんだろうって思っちゃったんだけど、どうなんだろう、また違うのかな。まあ購読っていう意味がなんかちょっと違うとは思うんだけど、お腹空いてきた。なんでご飯食べたのに。今日はねチョレギサラダとパイナップルのご飯を食べました。今日一日ずっとパイナップル食べたかったんやけど、もう夜コンビニ全部パイナップルなくて、泣いたーって思いながら生きてました。痛い。ここまでの返信もできるし、全然発信するほどではないけど言いたいことみたいなことある。まあ確かに、ちょっとただなんかあんまり知らなくてここまでちょっと聞いてみます。そう、あれの仕組みなんかちょっと興味があるんだったらワンちゃん、どうなんだろうね、できるのかな、ちょっともしかしたらできないとかいう説も あるのかもしれないけど、聞いてみます。ただできるかな、ここめ私が。鼻ずるずるってごめん。なんかさ、ずっと7から流れたらなんかいっぱい聞いとる気がする。今日は久しぶりに音楽を流しています。ツイッターじゃインスタじゃ言いにくいことはあるからさ、まあ確かにちょっと考えてみる。お腹空いてきた。葵が何か言いたいことある。高いです、ありがとう。葵ちゃんにお芋を置いてできたから、待っとりはした。とってもね、葵がそういう人間だけど、そういうのは確かに。ま、頑張ります。わかんない。でもね、なんか意外とみんなと話したらちょっといい、今ちょっとケロとしてるの分かると思う。分かんない、また考えることはあるけれども、考えることもあるし、頑張らなきゃいけないこともまだまだたくさんあるけれども、急に黙っちゃったのですが、あいちゃんを見てきてる部分、少し思うこと前間違ってたよ、了解。まあ頑張ります。頑張りますしか言えんやん。ちょっと本当になんかもうどうしたらいいねんって感じなんです。どうしたらいいねんって言うと変なんだけど、なんかもうどうにかせにゃーならーんって言っているので、たくさん頭を使う機会かなって。
張ります。みんなもよかったら応援してくれると嬉しいです。どうした、今固まってたよね。おじさんこんばんは。太陽陽太さん、二度目の方もこんにちは。明るい名前だ。毎年見ていく。了解。そうやってこいつも頑張って、ありがとう。そうね、ちょっと分かんないけど、もう登っていかなきゃねって感じです。でよかったら応援よろしくお願いします。あの正直本当に今ピンチなので、あの明日のライブもまず会いに来てくれると嬉しいし、明日の後は31日、その後は2日のライブだけちょっとお休みですって感じなんですけど、3、4と土日ライブがありまして、5が1回なくて6にライブがあって、7なくて即回、次は9かなとか、いっぱいライブがあります。わ、キーダさん、ヤッホー、こんばんざーい、こんばんざーい。ちょっと本当になんか今日はなんかいろいろ話しちゃったという気持ちもあるんですけど、まあでもなんか聞いてくださりありがとうございました。ナオくんもこんばんざーい。あの本当にもうなんか再三言っていて、今日はごめんなさいなんですけど、本当になんかもう今ちょっと全部ピンチなので、よかったら明日そして31日会いに来れるような方、まあ、それ以降のね9月のライブでも会えるような方、本当に会いに来てくれると嬉しいし、あとは今8月21日から9月11日までロードトゥタイランドというタイ遠征選抜イベント企画中です。今開始から1週間ちょうど今日で経ったんですが、本当にやばいです。4人選抜に選ばれるんですけど、10人そのなんだろう、このイベントにバンドジャパン参加してて、正直本当に結構本当にこれは何も盛らずに多分8、9、10のどれかというか、なんなら普通に一番ポイント少ないんじゃないかなっていう次元で、ちょっと本当にやばくて、なんかもうなんかお願いばっかりしていて、みんなに何を返すっていう風なことを言えてなくて申し訳ないんですが、でも応援してくれたことに対して自分ができることは精一杯返したいと思っているので、よかったらあの応援のほどよろしくお願いします。こちらあの4パターンというかポイントに関してはいっぱい4つぐらい応援方法がありまして、現地に遊びに来てくれるのももちろん、チェキの枚数、そしてオンライン特典券の枚数、そしてランチキ、このランチキは現地でもオンラインでもゲットできるランチキの4つがあります。よかったらどれかでだけでも多分ツイッターチェックしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。思い出して変なこと言って、こんなに言ったら泣いた。日付が変わる、わー誕生日のおめでとう。ハッピーバースデーとユー、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 おめでとう。伝えたこと生かして伝え、ありがとう。会った時にいっぱい返してもありがとう。そう、ちょっと応援してくれたことに精一杯返せるように、全力で返せるようにというか、返すので私の全力で返すので、よかったら本当に応援よろしくお願いします。ということで今日の配信はこの辺で終わろうかなと思います。皆さん来てくださりありがとうございました。以上バンザイジャパン福岡県の伝道師の七瀬葵でした。また明日の配信もしくは明日のライブでお会いしましょう。またね、ありがとう。